競馬場の芝 1600m にスプリンターから中級。さあ最後は大外枠のエルトンバローズ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはバルサムノート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてバルサムノート行きました。バルサムノート先手を取りました。外にはエルトンバローズ、内からはジュンブロッサム、その外からチャリン、すぐ隣にオーバンブルマイ、その外にウィンマーベル、並んで8番フィアスプライド、その後ろにレイベリング。さあ坂の上りから下りにかかって、ここでジュンブロッサム先頭に変わりました。2番手はオーバンブルマイ、ウィンマーベル3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はジュンブロッサム、間が空いてオーバンブルマイ、その隣からはバルサムノート、並んでウィンマーベル、エルトンバローズ、その後ろコムストックロード、続いていますフィアスプライド、その後ろ。さあいよいよ直線の攻防、先頭を行きますジュンブロッサム、外から勢いよくセリフォス、先頭に立つのはオーバンブルマイ。残り 200m、 ブレイディベーグ必死に追いすがります。セリフォス抜き去る、セリフォス、セリフォス1着、2着は微妙です。勝ったのはセリフォス、このレースを制したのはセリフォス。さあ最後は大外枠のエルトンバローズ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。花を切ったのはチャリン、先手を取ったのはチャリン、ジュンブロッサム、そのうちに続いています。その外にエルトンバローズ、内を通ってウィンマーベル、内からはオーバンブルマイ、その後ろにバルサムノート、その外からフィアスプライド、隣にはレイベリング。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。ここでジュンブロッサム先頭に変わりました。外を通ってチャリン、さらに外からウィンマーベル、後続集団も追い上げにかかります。ジュンブロッサム先頭、その外からはチャリン、オーバンブルマイ、続いています。その外からはウィンマーベル、フィアスプライド、続いています。その外からはアルナシーノ、レイベリング、続いています。さあいよいよ直線の攻防、一番前にはジュンブロッサム、ブレイディベーグ、外から先頭に躍り出た。あと 200m、 後続を大きく引き離した。伸びてくる馬はいるんでしょうか。2番手以降は大きく離れた。ブレイディベーグ1着、ブレイディベーグ完勝。2番手にはソウルラッシュ、その後ろにセリフォス、勝ったのはブレイディベーグ、このレースを制したのはブレイディベーグ。さあ最後は大外枠のエルトンバローズ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ジュンブロッサム前に行きそうです。先手を取ったのはジュンブロッサム、外を通ってエルトンバローズ、内からウィンマーベル、内を通ってオーバンブルマイ、この位置にチャリン、すぐ隣にフィアスプライド、内からはコムストックロード、その横にバルサムノート。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー、坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ先頭は依然として5番ジュンブロッサム、2番手はオーバンブルマイ、エルトンバローズ3番手、後続集団も追い上げにかかります。ジュンブロッサム先頭、その外からはエルトンバローズ。さあ直線に入りました。これからの勝負、一番前にはジュンブロッサム、外目をついて伸びてきます。ナミュール、先頭を入れ替わってセリフォス、あと 200m、 ナミュール抜け出す、セリフォス差はほとんどない。ナミュール、ナミュール勝利です。2着はセリフォス、3番手にはソウルダッシュ、ナミュール、見事このレースを制しました。さあ最後は大外枠のエルトンバローズ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。オーバンブルマイ、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。6番オーバンブルマイ行きました。オーバンブルマイ先手を取りました。赤の帽子ジュンブロッサム、その後ろ、外にはウィンマーベル、エルトンバローズ、この馬もこのグループ、すぐ後ろにチャリン、ここにレイベリング、その後ろからはフィアスプライド。さあ京都競馬場3コーナーの坂を上り、この辺りで先頭が変わりました。ジュンブロッサム、内からオーバンブルマイ、外の方からはエルトンバローズ、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はオーバンブルマイ、その隣からはジュンブロッサム、並んでエルトンバローズ、離れてコムストックロード、その外からはチャリン、その外からはウィンマーベル、
その外からはタイムトゥヘブン。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。一番前にはオーバンブルマイ、ナミュール、まだ足は残っているか。あと 200m、 一気に捉えるか。ナミュール、ナミュール、かわした。フレイディベーグ追いすがる。ナミュール、ナミュール、1着、2着にはどうやらフレイディベーグ、その後ろにセリフォス、ナミュール、見事このレースを制しました。さあ最後は大外枠のエルトンバローズ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはバルサムノート、オーバンブルマイ、この馬も好スタートを切りました。3番バルサムノート行きました。先手を取ったのはバルサムノート、外にはオーバンブルマイ、ジュンブロッサム、そのうちに続いています。外を通ってエルトンバローズ、内を通ってチャリン、その外にウィンマーベル、その後ろにレイベリング、内からはコムストックロード。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。ここでジュンブロッサム先頭に変わりました。バルサムノート、いい足で伸びてきた。エルトンバローズ3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はジュンブロッサム、バルサムノート続いています。エルトンバローズ、その後ろオーバンブルマン続いています。コムストックロード続いています。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭に立つのはジュンブロッサム、外側にセリフォス、ここで先頭はセリフォス、残り 200m を通過して、先頭はセリフォス、ブレイディベーグ食らいつく。セリフォス、セリフォス勝ちました。2着にブレイディベーグ、勝ったのはセリフォス。このレースを制したのはセリフォス。さあ最後は大外枠のエルトンバローズ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはエルトンバローズ、綺麗なスタートを切りました。エルトンバローズ、この辺りも前へ行きます。先手を取ったのはエルトンバローズ、チャリン、そのうちに続いています。内からジュンブロッサム、すぐ隣にオーバンブルマイ、その後ろにフィアスプライド、その外からウィンマーベル、内を通ってバルサムノート、その隣にコムストックロード。勝負どころ 3,4 コーナー中間、ここでオーバンブルマイ先頭に変わりました。外を通ってジュンブロッサム、さらに外からエルトンバローズ、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。オーバンブルマイ先頭、エルトンバローズ続いています。離れてウィンマーベル、チャリン、その後ろ、内からはコムストックロード、フィアスプライド、その後ろ、その外からは日本プロキープ。さあいよいよ直線の攻防、オーバンブルマイ先頭、外から足を伸ばします。ブレイディベーグ200を切った。さあ先頭は今度はブレイディベーグ、セリフォス食らいつく。ブレイディベーグ先頭だ。ブレイディベーグ、ブレイディベーグ1着、2着は微妙です。ブレイディベーグ見事このレースを制しました。さあ最後は大外枠のエルトンバローズ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはジュンブロッサム、オーバンブルマイ、この馬も好スタートを切りました。オーバンブルマイ、この辺りも前へ行きます。オーバンブルマイ先手を取りました。その横にジュンブロッサム、その外からエルトンバローズ、内からはウィンマーベル、ここにチャリン、隣にはフィアスプライド、並んで3番バルサムノート。さあ京都競馬場3コーナーの坂を上り、さあ先頭は依然として6番オーバンブルマイ、内からジュンブロッサム、エルトンバローズ3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はジュンブロッサム、その隣からはオーバンブルマイ、エルトンバローズ続いています。離れてグイーンマーベル、並んでチャリン、その隣からはアルナシーム、その外からは日本プロキープ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭を行きます。オーバンブルマイ、ブレイディベーグ伸びてきた。残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はブレイディベーグ、2番手はナミュール、ブレイディベーグ1着、2着にはどうやらナミュール、3着にソウルラッシュ、ブレイディベーグ見事このレースを制しました。さあ最後は大外枠のエルトンバローズ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。さあ前に行くのはどの馬か。オーバンブルマイ前に行きそうです。先手を取ったのはオーバンブルマイ、内からはジュンブロッサム、外にはエルトンバローズ、内からチャリン、
その外からウィーン・マーベル、コムストックロード、そのうちに続いています。その外にフィアスプライド、黒の帽子、バルサムノート、その後ろ、さあ勝負どころ。京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。この辺りで先頭が変わりました。ジュンブロッサム、外を通ってエルトンバローズ、チャリン3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はジュンブロッサム、その外からはエルトンバローズ、オーバンブルマイ続いています。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭を行きます。ジュンブロッサム、外にセリフォス、残り 200m を通過して、さあ先頭に立ったのはセリフォス。ソウルラッシュ詰められるか。先頭はセリフォス、ソウルラッシュ、セリフォス勝利です。2着はソウルラッシュ、その後ろにブレイディベーグ、勝ったのはセリフォス。このレースを制したのはセリフォス。